バタデン2100です。今回は絶版プラレールを買ったので開封します。今回はこちら、S08E2系新幹線アーサマ。これヤマダ電機で 972円でした。安いよね。これなんでこれ900円だったのか分かんないんですけど、たまたま見たんで買っちゃいました。まあ衝動買いってやつですね。で、まあアーサマ持ってるんですけど、黄ばんだり、青のとこがハゲハゲになって再塗装して失敗しちゃったんで、今家で放置されてます。なので新しく買いました。で、このプラレールはもうだいぶ前かな、3、4年前に、同じ E2 系のハヤテ、連結仕様のハヤテに置き換えられて、もうとっくにいなくなってます。すっごい色あせてますね、ここ。これ多分だいぶ長らくね、放置されてたんで、買ってあげました。まあ、で、この新幹線は今でも5本ぐらい走ってんのかな。今はね、この E7 系が主流ですけど、これも何本か残ってます。長野新幹線って書いてありますね、これは。まだ開業、全線開通してないんで。今では北陸新幹線ですね。北陸新幹線の E2 系。あ、もうここ見せた。じゃあ開けます。